Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は痛みの本質とはというテーマでお話をさせていただこうと思います。痛みって何ですかね。そしてその本質って何だと思いますか。So what is the pain you think, and what do you think the inherent, the intrinsic nature of pain?痛み、そしてまた痛みの本質とは何かですね。このまずですね、こう痛み、あなたもですね、いろんな痛みがあると思います。そしてまたあなたの周りの人、そしてまた僕にもたくさん痛みってあるんですね。例えばその家族の痛みとか病気の痛みとか、自分自身の家族の痛み、そしてまた、関係性の痛みですね、別れる痛みとかね、いろんな痛みがあるんですけど、僕個人として思うこと、それは痛みとは、辛いものなんですよね。痛みは辛いもの。そして、苦しみとも、同義と言えるかもしれないですね。誰もが経験したくないことですね。例えば歯の痛みとか物理的な痛みとかね、怪我をして足すりむいたら足の痛みとかね、痛み、誰しもが経験したくないものだけど、このように存在するもの、それが痛みだと思います。そしてじゃあ痛みの本質って何かというと、いろんな、角度から見方があって、いろんな本質があると思うんですね。で今日は一つのその角度からの本質、何か、痛みの本質は何か、結論から言うとですね、痛みとはその人にしかわからないこと、痛みとはその人にしか分かり得ないもの、これがですね、僕が思う痛みの、そしてまた苦しみの本質なんですね。あなたが何か痛んでいたとします。それが心の痛みなのか物理的な痛みなのか、僕には分かりません。そして、僕はあなたのことをこう見ることもできないし、聞くこともできない。それは本当に残念なことです。でもそんな状況でもですね、あなたがそう感じている痛みっていうのは確かであって、事実であって、真実であって、そしてこれは悲しいことになんですけど、あなた以外の人、例えばあなたの一番近しい奥さん、そしてまた旦那さん、あるいは子供、あるいはお父さんお母さん、親友、そういったこう呼べる人でさえも、本質的にはあなたのその痛みっていうのを必ず本質的な意味で 100% 分かってあげるってことはできないんですよ。これは真実なんですね。これが今回あなたが、僕があなたにお伝えをしたい痛みの本質なんですね。痛みの本質、誰もあなたの痛みを分かることはできない、本質的な意味、だから例えばですね、あなたが何かに苦しんでいるとします。いろんなその種類の苦しみがあるって先ほど冒頭で言いました。例えばですね、先ほど言ったようなもの、そして、例えば経済的な痛み、仕事を失ってしまった、収入がない、そして転職活動も何ヶ月もしてるけど仕事が見つからないとかですね、家族を支えていけない、特に子供がいたりとか奥さんがいたりする場合、どうしたらいいと、路頭に迷わせてしまう、そういうその恐れとか、そこから来るその不安とか、恐れとか、そういう苦しみ、この心的な痛みですね、心身の両方の痛みだったりとか、物理的な痛みですね、怪我をしてしまったとか、骨を折ってしまったとか、そういった痛みだったりとか、関係的な痛みですね、死別してしまった、大切な奥さんが死んでしまった、旦那さんが死んでしまった、お父さんお母さんが死んでしまった、あなたにもそういう経験ありませんかね。あるいは離別ですね、大切な人と離れ離れになってしまった、ずっと一緒にいたかったけど離れ離れになってしまった、それは恋人なのか家族なのか分かりませんけれども、何らかの事情で離れて暮らすざるを得ない状況になってしまったとかね、そういう関係的な痛み、そしてまた心の痛みですね、先ほど言ったような、いろんなその状況から心を病んでしまった、そして日々パニックになっているとか、心がドキドキしていて全然落ち着かなくて寝ることもできないとか、そういった痛みとかね、たくさんあると思います。あるいは僕のようにですね、神様を信じていて信仰心がこうあるという方、いかなるその宗教においてもですね、そういう方はその信仰的な痛み、精神的というよりはスピリチュアルな痛み、霊的な痛みですね、信じていたその仲間たちに裏切られたとかね、そしてもうこのなんで自分はこの神様を信じているのか分からないとかね、そういう状況が来ることが絶対あると思います。人であれば、来ることがあると思います。そういった痛みとかね、それも全てひっくるめて痛みなんですね、その精神的な痛み、心の痛み、体の痛み、経済的な痛み、社会的な痛み、いろんな痛みがあって、あなたも僕もですね、そんな痛みのその中で生きている、それ自体が僕は素晴らしいことだし、奇跡だと思うし、感謝なんですけど、その中でこの痛みっていうのを、あなたが経験しているその痛みを本当に分かってあげられるのは僕は2人だけだと思うんですね、僕でもそれはないし、あなたの大切な人たちでもない。それはあなたの
神様と、そしてまたあなた自身なんだ。あなたの神様と、そしてあなた僕が信じている同じ神様と、そしてあなた自身なんだ。もしかしたらあなたの大切な奥さんとか旦那さん、お父さんお母さんは、あるいは子供はね、あなたのその痛みを 99% 分かってあげることができるかもしれない。でも本質的なところではその 1% っていうのは届かないわけなんですよ。それはあなたにしか分からない、そしてまた神様にしか分からないから、うん、僕はそういうふうに思うんですね。でなんで僕はそういうふうに思うかっていうと、僕自身ですね、いろんな痛みを経験これまでしてます。はい、まずはですね、大人孤児の体験がありまして、その体験についてですね、興味がある方はぜひ他の動画を、リンクに貼っておきますので、大人孤児っていうその動画のですね、リンクをご覧いただきたいなと思います。大人孤児、要は僕は23歳の時にですね父親を亡くして、その前に17歳の時に母親を亡くして大人孤児になったんですね。その前にお兄ちゃんがいたんですけど、お兄ちゃんも死んでしまって、僕が天涯孤独にこうなってしまってですね、ずっとその孤独っていう中で、ずっと何年もこう生きてきた経験があります。その経験っていうのはやっぱりその死別を体験した人にしか絶対わからないんですよね。で口ではね、あ大変だったねって、わかるよってね言ってくれる友達とかもね、中には何人かいるんですけど、でもねわからないんですよそれはね、もちろんその傾聴したりとか寄り添ったりとかしてお祈りとか通してね、寄り添うことができる。でも本質的な話を今日はしてます、痛みの本質の話をしてます。本質的な意味では誰しもあなたの神様、そしてもあなた自身以外、そのあなたの苦しみを分かる人いないんですよ。僕の場合もその大人孤児の辛い孤独なね、痛い経験、愛する人がみんないなくなってしまう経験も、それは戦争であろうが、もう僕の場合の病気であろうが、誰にも分からないんですよ。誰に言ったって同じその苦しみを経験した人にしかわからない、僕はそういうあの知人友人を何か知ってます、あるいはもっと僕よりねひどい経験をした人も知ってます。子供の頃に家族を亡くしてしまった、そういう人も知ってます、だからそれを経験した人にしか絶対にわからないんですよ。だから、逆を言うとですね、それを経験したことがない人に対して分かってもらおうとすること自体が実は間違ってはいない、間違ってるとは言わないんですけど、それは無理なことなんですね、残念ながら無理なんですよ、それは僕の最愛の妻であったとしても、先ほど 99% もしかしたら分かってるかもしれません。僕は分かってると思います、妻愛してるし、お互いに愛し合ってるので、そこは分かります、でもその最後の 1%、それは何かっていうと、妻自身ね、やっぱりその両親がまだ健在で、それは幸いなことなんですけど、姉妹もね、いるんですけど、皆さん健康で、病気とかもねもちろんある人もいますけど、でも、生きていると、30歳超えてまた40歳、前後になって、それでも健在していて、健康な両親がいる、これって本当に幸せなことでしかないんですよね、だから例えば60歳80歳になっても両親がいるっていう人もねいます。それは本当に幸福なことです。恵まれてるんです、そういう人は、でもそれを経験しない、要は小さい頃に若い頃に愛する人を亡くしてしまった僕にとっては、結局本質的には分からないんですね、そういう他人は痛みを、だったりとかね、もう一つの例は、最近他の動画でもご紹介をね、しているんですけれども、妻のですねこと、妻のそのがんの病気の今支えをしています。日々ですね、闘病生活の中で僕はされていて、2週間に1回の今抗がん治療ということで髪も抜けてしまって、彼女自身 の自尊心も失われて涙しか出ない時期もたくさんありました。そして、今はその薬の副作用ですごく辛くて動けない、特にその2週間ごとっていうね、すごく頻繁な、アグレッシブな、トリートメントを行っているので、最初の1週間目なんか全然動けなくて、ベッドの上にしかねもう入れないような状態で、その中ね自分が支えてねいるんですけれども、やっぱり思うこと、それは何か、それはがんを経験した人じゃなきゃ、あるいはがんを経験した家族がいる人じゃなきゃ絶対にわからない、これは痛みなんですよ、がんに限らずね、すごく不治の病だったりとか難しい病気、になってしまった人にしかこれはわからないことなんですよね。そうじゃない人がいくらねそういう話を聞いたとしても、本人はね本当にその痛みを知ろうとしたりとかしますけど、でも本質的にはこれ本質の話なんでわからないんですよ。それはもう残念ながらわからない、その 1% のところはもう本人しか絶対にわからないんですよ、あるいはその家族にしかわからない、
今回ねそういうあのケアの体験をずっとあのもう6月からねがんってことが分かってさせてもらう中で本当に心ある友人とかあの中にはですねあの自分自身 の家族ががんにかかって、うん、そういうことがあって、思い出しましたと、うん、で毎日祈ってますとかねちょっとあのサポートさせてくださいとかねそういう声を本当に聞くことがあります。知人友人特にその親しい友人あるいは本当にずっと疎遠にしていた仲間とかねそういう方々たちから本当にあの連絡が来たりして僕は本当にあの嬉しかったんですね。でそれもやっぱりひとえにその同じ痛みを経験した人じゃないと絶対に分かりえないレベルの痛みっていうのがあるっていうことなんですよね、うん、逆に言うとそういう痛みをこう経験している人っていうのは同じタイプのその痛みを経験している人に自然にですねこう寄り添って共感して、うん、サポートすることができる、うんまあ、これは本当に美しいことだと僕は思うんですね。そういう友人からの僕は連絡もらって祈ってるよとかサポートさせてくださいとか連絡いただいて僕は本当に嬉しかったしもう何回も泣いたし本当神様ありがとうって言って、うん、僕の友人にも本当ありがとうって言ってそういう瞬間が本当もうほとんど毎日なんですね僕の場合は、うん、だから本当に気づくことそれは痛みってこのように本当に同じ痛みなんて一つもないしその人の痛みっていうのは誰にしも分かることはできないんですね。その人自身あるいはその人の大切な本当に大切な人たちあるいは神様、うん、その人あなたをこう産んでくださった作ってこう創造してくださった神様愛を持ってですね、うん、その真実そしてまた本質について今日はお話をさせていただきました。僕みたいにですね、うん、あの大人孤児として、まあ、生きている方あるいは大切な人との死別離別を経験した方そしてまたがんあるいは病気の家族を支える方、まあ、僕はその前にもね他の動画でも言ってるんですけど大人孤児の動画でも言ってるんですけど、まあ、お母さんがね、まあ、7回流産して生まれたお兄ちゃんがその後に、1年足らずで死んでしまってその後に僕は生まれたっていうね、まあ、そしてその母親はすごくそういった死別の辛さで精神を壊してしまってずっと入院生活を送っていて、まあ、最後は病院で死んでしまったっていうお話をねしてますけど、まあ、そういう家族のね、まあ、今回はまあ妻のがんっていうねその家族のそのサポートっていうことをねずっとまあ僕はしてきて、まあ、父親もねその時当時はいましたけどしてきて、うん、本当思うことこれ本当に真実なんですね。それを経験した人にしかわからない精神病を持つ人にしかわからないそしてまたその精神病を持つ障害を持つ人を家族に持つ人にしか分からない辛さとかねあるんですね、うん、でそこは本当にその人たちにしか絶対分からないそのね領域、まあ、さっき領域ってね話しましたけどその 1% なのか 10% なのか分からないけれどもそこって本当に実はすごい一番大切なんですね。なので、まあ、本当に今考えていることで時間も労力も僕は本当にもう全然もうなくてもう毎日テンパって生きてるんですけど物理的にね仕事したりとかケアしたりとかも何もねなくて本当はねいろいろしたかったんですけどね、まあ、これからする予定でもあるんですけど時がね時期が叶えば、うん、例えばそういう共感をするね同じ痛みを持つ人たちのそのコミュニティを作るだったりとか、うんまあ、僕の場合で言えば死別をね、経験した人、うん、家族なり親友なりねそういう死別を経験した人のそのコミュニティだったりとか、まあ、そういうものをこう作ってね、お互いにそのシェアをする場っていうのを作ればすごく美しいんじゃないかなって、うん、思うんですね。心も平安がね訪れるんじゃないかなって思うんですね。それはねこれからのことなんですけどぜひそういう場がねタイミングが与えられて、うん、時期にかなったタイミングでねそういうことができればいいなって僕も今後の話ですけど思ってはいます。はい、今回もですねご視聴いただきありがとうございました。この痛みの本質、はい、まあ、結論としては同じ痛みはない、そして誰もあなたの痛みを本質的には分かることはできないんだ、うん、あなたとそしてまたあなたを形作って愛して作ってくださった神様にしかそれは分からないんだということ、うん、この点についてお話をさせていただきました。ぜひですね何かこう共感いただける部分とか、質問とありましたら、コメントいただけると嬉しいです。もう空もですね暗くなってしまって、もうカメラもですねそんなに性能のいいものではないんで真っ暗な、はい、映像になって、いますけれども、うん、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family and your friends. Bye bye.